なんで、元気な人も優しい人も正解だと思うし、ただまあ、終わったことは終わったことなんで、まあ、それぐちぐち言うよりも、まあ、3試合、あ、3日後に向けて、3日後は大事だし、多分これから得るものほどないと思うんで、まあ、こんな試合でしたけど、3日後に向けれるような使い方をそれぞれしてください。